町田、お気をつけて階段足元ご注意くださいね。えもう町田にいっぱいお世話になっております。はい、はい、ケンさんかっこいい。ありがとうございます。改めて野宮町田、どうもお気楽にします。ありがとうございます。私じゃなくてケンさんゲストでしたよね今日は。 ね、なんか本当なんか呼んでいただいて、横山ケンさんです。はい、どうも、お声掛けいただいてありがとうございます。いいね、じゃあ2人揃ったということで、はい、ちょっと一緒にね一曲歌いたいんですけど。いいね、いいっすね。ケンさんと私はね、うん、もう結構もう二十数年前に、そうですよね、はい、僕はピチカートの、はい、ラジオ番組にね出たのが最初ですけどね。レディメイド FM のゲストに来ていただいてから、あとなんとかレディメイドサッポラ、うん、うん、で NHK のあのですね、地球を7回半回れという、はい、みんなの歌、ね、みんなの歌、ちょうど私とケンさんは同い年なんですけど、はい、そうです、はい、同いです。でデビューも一緒なんですよね、はい、1981年、はい、はい、同期でございます、はい、はい、ということでいろいろと、私にとってはケンさんは最多共演の方、はい、そうですね、はい、はい、デュエットをたくさんさせていただいたり、はい、作曲させていただいたり、はい、ありがとうございます。楽曲をカバーしていただいたり、本当に幸せでございます、はい、マクさんかわいい、嬉しいね。なんか、2人合わせたら、なんかずいぶん前に2人合わせて、はい、あの年の数、はい、年を2人合わせたら煩悩の数だねって言ってたけど、108歳だった、ね、けれど今もう、どうですか、はい、そうです、128 128歳ですね。なんだっけ、はい、そう、もうすぐ、もうすぐ年金ももらえるぐらい、あの中期、初期高齢者、初期高齢者、ね、ですね、来年からね、はい、そうだ、まあ、でもこうやって元気でやってますんで、かわいい、まだまだ本当多分これ3日間で、踊りっぱなし、歌いっぱなしで、ケンさんもなんかね、ずっといろんな地方から、はい、あ、そうですね、あの京都行って、昨日は名古屋行って、うん、京都はあのちょっとお寺で歌って、はい、で昨日はそのリーゼントの、あ、リーゼントのロックンローラーイベントで、うん、で今日は踊りと、ね、振り幅広いですよね、はい、はい、じゃあそうですね、あ、じゃあ何歌いましょうか。そうですね、あのキョンキョン、はい、小泉今日子さんと中井貴一さんが、はい、出てたドラマ、ドラマ、最後から2番目の恋、これのエンディングテーマ、主題歌作ったんですけど、はい、でそのドラマで劇中でその曲を、はい、あの歌うっていうコーナーだったんですけど、うん、それはご本人たちじゃなくて僕らで、ね、ね、ちょっとドラマにちらっと後ろの方に、ね、歌おうっていうね、あの絶対の皆さんにデュエットしてほしいなと思ってお声掛けした、快諾してくださいまして、ありがとうございます、はい、であの僕らのセルフカバーアルバムに、はい、この曲で、はい、参加していただきました、はい、歌っていただきました、はい、じゃあそれを今日最後に、はい、いいですね、はい、お届けしたいと思います、はい、曲は T 字路、お聴きください。
ありがとうございました。